今回は、コート7をこう使ったドラムソロをちょっとパターン音図を使ってやってみました。一応ビニカレダ風に大技はちょっと抜いてみたんですけど、こういう形で進めていくものなんです。で、前回の動画、前々回の動画もそうなんですが、あとビニカリウタシリーズって僕8つってやってるんですけど、全部パターン図です。で、その中で、ビニカリウタが使っている手順をこう動画にアップしています。で、今回はここら辺で終わりにします。ありがとうございました。